東京経済大学現代法学部長の藤原と申しますこれから現代法学部について皆さんにご紹介したいと思いますまず学部の特徴他の大学の法学部との違いについてご説明したいと思います日本に多くある普通の法学部は法層法律の専門家を養成する教育を行ってきました いわゆる六法と呼ばれる憲法、民法、刑法、訴訟法などの基本的な法律を専門的に体系的に学ぶそういう学部です。しかし実際に皆さん図書館などで六法全書を開いてみてください。難しい条文が何百ページも延々と続きます。まさに砂を噛むような本です。 このような伝統的な法学習というのはなかなか頂上が見えない山を延々と山登りするようなそういう苦しい学びとなってしまいます。現代法学部はそのような伝統的な法学習のあり方を一新した全く別のタイプの法学部を目指して現代法という名称で2000年に開設されました。現代法学部は 現代社会で私たちが直面しているさまざまな社会課題。例えば消費者問題。福祉、環境、ビジネス、あるいは公共政策。そのような多様な社会分野において、個々の具体的な問題の解決に役立つような、そういう法教育を行っております。このような社会課題別の学習を通じて、 法学部をより身近で学びやすいそして実社会で役に立つようなそのような学部にしようそのような学部を作ることを目指して解説されたのがこの現代法学部です皆さんは家庭生活学校生活広く社会生活の中で息苦しさ不公正などいろいろな困難に直面することがあると思います現代では いじめや差別、ジェンダー、性的な差別、格差、貧困から地球温暖化、パンデミック、いわゆる感染症、戦争に至るまで、現代世界には多様な困難と不正が降りかかっています。どのようにすればこのような困難を克服できるのか、問題を解決に導くことができるのか、皆さんも今後とも嫌をなく考えさせられることでしょう。 そのような時に何より役に立つのが法の知識や理解です。法は何のためにあるのか法はこの人間社会で正規するさまざまな争い、理不尽なこと、不公正なことをなくし解決していくためのツールです。法の知識、理解があるかないかで皆さんの人生は大きく変わってきます。正義とは何か 公正な社会を作るにはどうすべきかこうした問題に関心のある人はぜひ現代法学部にいらしてください。具体的に現代法学部での学びは大きく2つのパターンから組み立てられています。一つは段階的学習もう一つはプログラム学習です。段階的学習では元来とっつきにくく学びにくい法学をより身近で 学びやすいものにするために入門的、基礎的な科目を一年次に集中して学びます。こうして本格的に法学を学んでいく土台づくりをします。そして二年次から6つのプログラムのうち1つを選んで各社会課題分野ごとに専門的な学びを深めていきます。6つのプログラムとは消費者法、福祉法、環境法、 ビジネス法、公共政策、現代法です。このような段階的学習と分野別学習の交差を通じて、法的な知識、理解を持つ現代社会の多様な課題を発見して解決していく、そういう能力を持つ学生を現代法学部は育成しようとしています。現代法学部は国際系の科目にも力を入れており、学部制に 地球環境や戦争などの世界的課題に関心を深めてもらうようにしております。法はあらゆる社会領域に関わり、どのような職業でも、あるいは家庭から地域、国際社会まで、どのような生活、活動領域においても、法の知識や理解は欠かすことができません。そのような法の知識、理解を役立てて、自らを助け、 よりよく生きていくことができるようなまた他者を助け社会に貢献できるような人を現代法学部は育成したいと考えています。地球社会の課題を網羅している皆さんもよくご存知の SDGs が誰も置き去りにしないことを標語に掲げているように現代社会においては未来世代も含めて誰もが自由に幸福を追求していくことができるような そういう社会をつくっていくことが求められています。現代法学部はそのような自らに配慮し他者も配慮できる。自分の生きる地域や国だけでなく広く世界に生きる人々についても創造の翼を広げていくことができるようなそういう人を学生たちの将来像として私たちは設定しております。 現代法学部では段階的学習、分野別専門学習という2つの柱を持つカリキュラムを効果的に実施するために少人数教育を重視しております。現代法学部では1年次の最初から2年次の終わりまで2年間継続的に全ての学部生が必ずゼミ形式の少人数クラスで学習するようになっています。そして3年次からはいわゆるゼミが始まり。 学学部での学習を完成させることになります毎年12月には学部のゼミ合同発表会が行われ年々優れたゼミ発表を行う学生たちの熱気が感じられるものになってきています。ゼミなどの少人数授業は教員の一方的な授業ではなく学生が能動的に授業に参加できるいわゆるアクティブ・ラーニングを可能にするだけでなく大人数授業が多い大学でも 一人一人の学生に対して手厚いケアを行うことができる授業です。また、現代法学部は裁判官や弁護士など多くの実務家出身教員を用意して社会の現場との結びつきを実感できるそういう授業を多く用意しております。現代法学部は開設以来20年が経ち、現行のカリキュラムになってからも7年が経過しました。そこで現在、カリキュラムの点検を行い、 より一層充実したものとなるよう、2025年の新カリキュラム実施に向けて検討を進めております。具体的にはカリキュラムの2本柱である段階的学習とプログラム学習につき、入門から専門への移行がより効果的になるよう、また、6プログラム制の区分の見直しや新分野の追加などを検討しております。例えば、 国際系科目の充実もカリキュラム改革の重要項目ですが、2025年の実施を待つことなく、現行カリキュラムの枠内でできることは、改革を先取りして進めるようにしております。この国際系科目の充実の一環として、来年度からは国際人権法の科目が新設される予定です。えー、最後の受験生の皆さんへ、現代世界は地球温暖化、パンデミック、 そして戦争といえば三十九に苛まれております。世界は明らかに地球史的規模での大きな変動期に入っております。皆さんが生きていく世界はかつてないほどの激動の世界になります。そのような時代だからこそ知っておくべきこと、身につけておくべきことがあります。現代法学部は日本のどの法学部よりもそのような機会を皆さんに与えることができると確信しております。 終わります。